こんにちは、田中みやです、えー。私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことなどを落とし出し、共有していくっていう趣旨でやらせていただいているんですけれども、えー、本日、えー、取り上げたいトピックは、 えー、承認欲求の、えー、満たし方、えー、これについて、えー、お話しさせていただければなと思っておりますえっとですねあのまあ兵庫県知事選のことで今公職選挙法違反になってるんじゃないかということで今話題になってるんですけれどもでまあそのえー、まあえー、要因の一端となったのがあの PR 会社の、えー、社長の方女性の方があの 私が、えー、SNS、私の会社が SNS のコンサルをやりましたと、えー。戦略を立ち上げましたと。で、それを実行に移しましたと。えー、まあ、あのー、ブログやらノートやらで、えー、ちょっとよくわかんないんですけど、アップしていると、えー、いうことで、えー、で、まあ、これが、あのー、もし、えー、優勝でやったのなら、それは公職選挙法違反に値する選挙活動をあの優勝でやってはいけないというような、えー、 公職選挙法にのに抵触するし、もし無料でやらせたとして、えー、無料でやったとしても、それは寄付金、寄付の、えー、状況になってしまうんじゃないかってことで、これもまたその、えー、公職選挙法に抵触するんじゃないかっていうようなことで話題になってて、で、その、えー、ご自身、社長さん自身がそれをアップロードしたことによって、私の会社がやりました。えー、っていうことで、そのなんかあの、ネット上で一応その、えー、バッシングが起きてまして、 その中に承認欲求強いとかなんかえ承認欲求が隠せないとかなんかそういうような言説がいろいろ飛び交ってたえそうらしいんですよっていうかえ見たんですけど私実際らしいとかじゃなくてであの記事とかでも実際になんかどっかのネットメディアえまあ結構大きめのネットメディアなんですかねもともと紙媒体もやってるようなところがえ承認欲求強いえ女,子女性がうんぬんかんぬんみたいな上げてた。 えー、メディアもあったんですけれどもまあ僕自身なんかそのえー、まあ X とかのユーザーの皆さんがこの承認欲求強い女がみたいな,なんかこうあんまこういう言い方したくないんですけれどもえー、いうようなこと書いてる人がたくさんいてちょっと僕はそれ自身ちょっと疑問を持ってたんですねでそこであのあの なんであの承認欲求云々みたいなことを言わなきゃいけないんだろうって何 <laughs>、えー、で言ってるんだろうとかそもそも思ったしでそこであの早川五味さんという方が、えー、昨日か一昨日ぐらいに、あのーえー、ちょっとすごい、えー、言語化していた、えーそのえー、承認欲求強いって言ってる人たちに対する、えーえー、なんか。えー コメントとして、それ言語化していただいたんですいい、いたんですけど、ちょっとそれを読み上げさせていただきますとあの、承認欲求ってそもそも強みなので、承認欲求高すぎみたいな批判って頭良すぎて持てないだろうみたいな、お前が一番気にしてるコンプレックスを、えー、無理やり批判してるやろ案件に見えちゃうよなと思いました。お前が承認されたいだけやんって。っていうふうに、えー、書いてあったんですけれども、 僕自身も、あのー、まあ、おおよそ、なんかこう、僕が思ってたことと似てるなって、えー、このツイートあ、投稿を見て思って、えー、僕もそこに実際返信させていただいて、あ僕は、あのー、まあえー、どう返したかっていうと、えー、まあ、あのー、同意っていう形で返させていただいて、まあ、ほんの少しの勇気を出せば、えー、何がしかほんの勇気のすこ、ほんの少しの勇気を出して、何がしかの発信活動を行えば、承認欲求って、 意外と満たされるのにもったいないなって思うっていうふうに僕自身もご返信させていただいたんですけども引用ポストの形でまあこれがまさにあのやかごみさんの言った通りりんか言うことってまさにその通りなんじゃないかなって僕自身思っちゃっててでまあ僕がなぜこんな返信をしたかっていうのも後でちょっと言及させていただくんですけれどもというかその承認欲求がなんかこうなんかそう自分でこう 事業を立ち上げられて、あの、なんか今回その選挙の、まあ、どんな形でかた、関わったかどうかわからないですけれども、ま、もともとその兵庫県の自治体の案件とかにも関わってらっしゃったということなんで、まあ、そういったことをやってらっしゃるで、やっぱりその、自身を、あの、会社を PR すると。で、自身も表に出て PR すると。で、まあ、やっぱりその、もう、あの、県の、えーあ、県の案件とか受けてるって、やっぱりそれなりの信頼とか、 実績がないと、それはう受けることができないと思うんで、やっぱり企業から受けるの、自治体で受けるのと全然その意味合いが違うから、自治体から受けるんだったらやっぱりその、ちゃんとしてないといけないから、ある意味ちゃ、ある、ある程度ちゃんとしないといけないから、やっぱりその、受けるってことは、それなりに相当のその、えー、地位というか、ポジションというか、実績というかっていうのがないと、えは、できないと思うんで、えー、まあ、それでやっぱりなんか自分が出ているっていうのも、まあ、なんか、そこに対して、 なんか初入級強いっていうのは、なんかこう自分自身の承認欲求を刺激されてるんじゃないかなっていうふうに僕自身は思ってしまったんです。やっぱり早川ごみさんの言う通り。ちょっと彼女ほどうまく言語できてない、言語化できないんですけれども、なんかまさにその、 表、自分ではその、こういうような活動が、えー、なんか表だってできないというか、してないから、できないというよりしてないっていう方の方がいいと思うんですけれども、してないから、えー、なんかそれをしている人を見ると、なんか、で、なんかこう、えー、いいねとかたくさんついてたりとか、えー、賞、賛の言葉を得ている、えー、状況を見ると、なんかちょっと、自分自身の、えー、あんまりその、なんかこう、 えー、満たされてない部分社会,社会であれとか、えー、誰か特定の人であれとかそういったところから、えー、そういった人たちから承認されてない部分っていうのを何かこう、えー、刺激されてでなんかその人がこうまあちょっと。 えー、よからぬことを書いてしまったっていうことをよからぬことかどうかはまだ置いといて、えー、書いてしまったっていうことに関してなんかそこであなんか叩ける要素を見つけて承認欲求強い強いとかなんかそう自分の気持ちの裏返しで言っているんじゃないかなっていう部分は。 ごめんなさいね。あんまり言葉を選ばず言えば、そういうふうに思ってしまっている次第であります。なんかこのチャンネルを見てる人とかにも、なんかこう、批判された方っていらっしゃるかもしれないんですけれども、ごめんなさい僕自身はそういうふうにちょっと思っちゃってる節があって、そこは本当に、えー、皆さんそうじゃないっていう意見もあると思うんで、いや、これはもう倫理的にダメだから、 法律違反にも法律にも抵触しちゃうしなんかこういうことを浮かすに書くのはよくないからっていう純粋な気持ちでこう批判されてる方も大勢いらっしゃるとは思うんですけどそれは重々承知の上でその中にはそのなんか自信の満たされない承認欲求的な部分をなんかこう刺激されてしまったって人って正直いるんじゃないかなって僕自身は思っております。 であのー、ここからその、えー、僕自身がどういうふうに、えー、僕自身がどういうふうに思ったかっていうとなんかどういうふうにその例えば今あのー、ご自身をかんのご自身がなぜそういうもし批判されてるとかそういう批判の感情が心の中にあるとして、えー、もし、えー、なぜそういう批判をしてしまったのかっていうのをもしあのご自身で内省だいたときに皆さんの中で,であっ 自分の中に満たされない承認欲求があるからそのせいでやってしまった部分ってあるんじゃないかなっていうふうに思った方々に対して言いたいんですけれどもあのー、なくというかあのまあ僕がその早川五美さんの方にえー、まあ引用ポストさせていただいたのと同じことなんですけれども思っていることっていうのは何というかそのなんか自分のえことを あのせっかく SNS とかあるんだしなんか批判とかに使わない批判とかに使うのもまあまあありなんですけれども、ね、好きに使えばいいと思うんですけど SNS なんて、えー、ただそのただされど SNS たかが SNS されど SNS なんでなんというかやっぱり性能側面をもっとどんどん、えー、で性能側面をどんどん出していったらいいんじゃないかなと思っていてあやっぱりそのこの間の動画でも語りましたけれども SNS ってなんか自分自身の意見とかを自由に 発信できる場所だったりしますしあの、まあ、フォロワーが、まあ、何かの表紙でつい、えー、たくさんつけばそれでお金に、まあ、正直な話お金にもなったりするしなんかそれによってあの仕事とかも広まったり交友関係とかも広まったりとか、えー、でなんかそう例えば、えー、フォロワーとかがついてくるとやっぱりその自分自身の意見の、まあ、全く同じことを言ってたとしても過去とその人気がなかった自分,の自分と、えー、なんかというか全然 影響力というか、えー、発信力というか、影響力っていうのが異なってくるし、なんというかその、それによって何が起きるかっていうと、やっぱり承認欲求が、えー、満たされるというか満たされ、正確に言うと、これノートに書かせていただいたんですけれども、承認欲求の程度を知ることができるんですよね。発信活動をやると。だから僕自身はすごく、あの、まあ昔っから承認欲求が割と強い方だったと思うし、今も結構人と比べて強い方だと思うんですけれども、 でもそれこ今はもう年齢もあって、僕40歳なんですけれども、まあそんなに <laughs> 高くはないんですけれど高くなくなってきたんですけどそれでも人よりちょっと強いかなと思っていて、学生時代とか若い頃はそれこそ、もう本当にこう、目立ちたがり屋じゃないですけれども、承認欲求っていうのは人一倍強かったなと思っております。で、で、で、まあ、そういう風に強いかなってかなり思ってたんですよ、僕。で、今年ノートとか、 えー、この YouTube とか、えー、始めさせていただいて、まあ、先にノート始めたんですけれども、そこでも大体200、200、30人ぐらいフォロワーいるんですけれども、えー、そのフォロワーになっていただいた方がいるんですけれども、そこでずっとやってたら、なんていうか、ある程度、その、まあ、たった200人な、まあ、言ってしまえばたった200人なんですけれども、あのー、結構その、 毎回いいねつけて、好きつけてくれる方とかいらっしゃったりとか、コメントくださる方もいらっしゃって、なんというか、すごく交流してる気分になるし、あ、自分の言ってることにこんなにシンパシーを覚えてくれる人がいるんだ、というふうな気持ちになって、なんというか、満たされはしたんですよね、200人。まあ、されど200人なんで、あの、満たされはしたし、まあ、この YouTube も最近ちょうど100人以上にいってるんですけれども、登録者の方。なんというか、 僕はあの承認欲求って例えば SNS とかで人気になるとするんだったらまあ数万人とか数十万人とかそれこそ YouTube だったり100万人とかいかないと乱されないんじゃないかなと僕自身思ってたんですけれども何ていうかそんなことはなくて今現状結構100人ついただけでまあだけでっていう方失礼なんですけれども100人ついていただいたことによってまあその100人っていう数字でまあ結構何ていうか乱されてるなっていうふうに思って なんというか、それで、そういう意味で、なんか自分のがどれぐらいの承認欲求あるのかっていうのを、なんか知ることができるんですね。えー、SNS ってか、なんか SNS じゃなくても、なんか、発信活動をすると、え、それに対するリアクションを得ることによって、それがどれぐらいの数来るのか、どんな人がリアクションしてくるのか、どんな数、え、どんないいねが来るのかとかって、そういったことによって。なんか、それで僕って結構、え、なんというか、え、ノートとか YouTube やる前に、え、に、なんか、思っていた、 承認欲求って自分どれぐらいあるんだろうとかないんだろうとかいうふうなことに関して結構結論的なものができたっていうのは思っていて何とか以前より結構生きやすくなったなっていうふうには思ってますなんでその皆さんももしよければなんですけれども何ていうかそのやっぱり発信活動ってやった方がいいんじゃないかなって何かしら思うんですよね SNS じゃなくても SNS でもそうなんですけどまあ一番手軽なのが SNS なんで X でもいいですし YouTube でもいいですし まあ、やっぱりその職,職業柄顔出しとかいけないとか匿名、えー、でやんなきゃいけないとかっていうも人もいると思うんでそういう人はしょうがないと思うんですけどだとしてもなんか顔出しできないならできないなりのやり方で、まあ、YouTube で動画投稿とかしたりするのもいいと思うしなんていうかやっぱり、えー、見てるだけとか、あのーまあ、それも全然楽しみ方って人それぞれなんでソーシャルネットワークの。 なんで、えー、人それぞれそれぞれ何の楽しみ方でやればいいと思うんですけれどもただ発信者になってた方が僕自身はなんかより楽しめるんじゃないかなと思うし、あのーまあ、発信するとやっぱりその発信するって頭になるからこれ何度か話してるんですけども世の中に対する見方っていうのがよりシャープになるし。 何をしてても、あ、これネタに使えるんじゃないかとか、インプットのになってくるんで,で、それをアウトプットすることによって自分の思考も深まるし、なんか皆さんからコメントであるとか反応である、どんな反応でもいいんですけども、いただくことによって、ネガティブなものである、ポジティブなものである、どんなコメントでもいいんですけども、それによって自分の見識とかも広がったりするし、えー、なんかこう、まあ、えー、広がったりするんで、なんか全然すごく、えー、なんか自分の考えであるとか、 インプットであるとか自分の、えー、価値観であるとか何かこう加速度的にアップデートできるやり方でもあると思うから発信活動って。でそれで分かり間違って人気になったりしてしまえば。 なんとか、それだけで、いや先ほど言ったお金にもなるし、なんか、承認欲求の程度も教えるし、満たされるしっていうのがあるんで、なんか、ぜひとも皆さん、なんか、こうえ、やってみた方がいいんじゃないかなって思っていて、なんか、恥ずかしいって気持ち、僕もすごいわかるんですし、僕もなんか、すごい恥ずかしかったんですし、なんか SN、SNS でなんか、こう、ワ、えー、わ,わーわーわーつぶやくのって、なんかこう、 えちょっとみっともないんじゃないかなって今でもちょっと思ってるところはあるんですよ実はその SNS で人気になるってちょって邪道なんじゃないか的な部分ってただえやってみて本当に自分は良かったなって思っててなんか200人100人程度ですごく僕自身は程度っていう方はごめんなさい申し訳ないんですけども200人100人ぐらいであのなんかすごくえ満たされてる自分っていうのがいるから なんかそういう部分でも良かったなと思うしなんかそう自分の悩みとか自分,への,不自分の不満抱えてる不満って例えば政治でもいいんですけれどもえ社会に対する物でものでとてもいいんですけれどもなんか本当はそれって政治への不満なのか社会への不満なのかえっていうと違うのかもしれないじゃないですかもしかしたら承認欲求を乱されてないっていうような。 ももっとと身近なことなこのかそれがなんかこうぐるぐる頭の中で考えたことなくて政治への不満みたいな形に変わっちゃってるとかっていうことってあるんじゃないかなって僕自身は、えー、結構思うんでなんていうかその自分の不満の特定にもなると思うし、えー、それで、まあ、発信活動をせててあやっぱり政治に不満があるんだったったらやっぱそれはそれに対する本当の政治の不満だと思うんでそれはどんどんまた別でやっていけばいいと思うんですけれども。 なんかそういうふうにこう自分の悩みは本当にどこにあるのかっていうのを特定するっていうのもいいんじゃないかなと思います。お金がないだけだったり友達がいないとかあの承認欲求が満たされてないとかそういうことなのかもしれないんで社会とか政治への不満とかっていうのは根源をたどると。 えなんかそういったのも知る上でもえなんかこうやってみてもいいんじゃないかなと思うしなんかこうやっぱりえなんか不細工とか言われるの恥ずかしいとかなんかじ自分の学見自信がないとかいう人もいると思うしまあ匿名でも全然顔出しじゃなくても全然いいと思うし,もしまあできるんであれば顔出しとか,本とか自分の名前出してやっていくのがいいと思うんですけどまあやっぱりえまあまあ言われるかもしれないですけれどもまあなんか見続けることによって一つ慣れていくんで なんか、そんなに気にもならなくなってくるかなと、えー、ある程度そのフォロワーが獲得すれば、そういうふうに思ったりはしますんで、まあそういうふうな、こう、中傷とかアンチコメントっていうのは、やっぱり、え、どんな人気の人にも、え、つくと思うし、 えー、だからあんまりそういちいち、えーそのまあ、気になんなくなると思うんでまあ気になりはしますけれどもなんかこうまあ僕自身40代なんで40代の人になんかこう、えー、わーって外見のこと言われたとしてもなんかうんって感じに思っちゃうからまあ年齢もあるかもしれないですけれどもねまあそんな感じでそのどんどんなんかこう発信活動ってやっていけると承認欲求の高とか自分の中の高とか知れるし え乱されていいいいんんじゃないかなかというふうに思うんでえ皆さん、どうでしょうかなんか、全然この弱小の YouTuber が言うのも何なんですけれども、YouTuber だと思ってるわけでもないんですが、なんか参考になっていただければなと思っております。この動画、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思った方、高評価ならびにチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは。